皆様こんばんは、ショーです。ということで今日は、はい、先生お疲れ様でしたということで、すみません喉がね完全ぶっ壊れてるんですよ僕は。SSA2 日目が終わり、今日はですね、まあ動画を撮ってないので、今日動画ちょっと撮っていきたいと思います。ちなみに今日はね、この動画入れて2本出るんで待っててくださいという感じでございますが、今回ね、今日の動画は有り余ってる感じ、ガシャ更新が来たんで、こちらの方紹介していきたいというふうに思います。こちら性能解説の動画でございますという感じでございまして、藤原はじめちゃんが、今回 SSA として登場しました。バトースターね、まあ、僕リーナ来ると思ってたんですけど、イベントがリーナだったんで、まあでも来なくて、まあでもはじめちゃんはね今回戦争選挙で結構あの順位高かったんで、声は残念ながら声はつかないんですけど、あ声つくっけ、声つかなかった気がするんだよな、多分声つかないんですけど、まあ結構上位に入っていたので、まあ妥当じゃないかなと思います。 SSR 声なし SSR になるのは全然当たり前っていうか、まあ人気だから、まあね可愛いんですよ SSR の衣装本当にねという感じでございまして、こちらはですね、性能解説の動画ということで、こちらですね、まあね、パッと見ていただければ分かる通り、ボーカル型でございます。クールボーカルですね。アスカ以来、かなり久しぶり、多分もう本当に4、5、6ヶ月ぶりぐらいにクールボーカルの、向上が来たんじゃないかなという感じでございますと。で、13秒ごと高確率の 17% アップなんで、まあまあまあそこそこ結構強いでございますという感じで、まあ見た目は結構強いんですけど、じゃあどういう編成に入るのっていう、詳しいお話をしたいというふうに思います。こちら上級者向け、正直言うと、初心者中級者向けにかの人に関して言えば、もう正直 SSR は全部当たりなの、当たりっていうかもう絶対入るのでパーティーにはね、なんでここからの話は正直そこまであんまり関係ないんですけど、まあ一応 SSR をいっぱい、ゲットした時のために聞いとくのもいいかもしれません、ということで、話すと、こちらですね、まあ試行錯誤っていうか、まあ一応そのポテンシャル解放をした状態で、どのパーティーなら入るのかなっていうのをまあ見たんですけど、まあ、見たっていうか僕の知り合いが、探してっていうか、調べてくれたんですけど、はじめちゃんは、今のトリコロールですね、3色入れるパーティーには、入りません。はい、入りません。今の現状のトリコロールの、最強編成には入りませんね。一応単色のクールボーカルパーティーなら入ります。単色のクールボーカルパーティーでランコが抜けて、はじめちゃんが入りますという感じでございます。まあこちら正直言ったらコンプしてる人の向けの話というか、まああまりそこまでねと最近はちょっと思いつつも性能解説してるんですけど、まあ、正直、そこまで、気にする必要はないんですが、まあ普通に強いと思います。僕は MV 的にこの和服系好きなので、まあ、引きますけど、この後11連だけね、11連だけ弾くんですけど、まあそんな感じかな。クールボーカルはでもまあリンとか持ってる方だったりとか、まあ入ると思うので、まあ、ぜひはじめちゃん人気キャラなんで弾いてみるのはいかがです、いいんではないでしょうか正直そう、さっきの話、そのこのパーティーなら入らないとか入るとかは本当に本当に上級者のごく一部の話なんで、こういう話があるんだなぐらいに聞いといてください。本当にはい、という感じでございました。ということでこの後、ガシャ動画の方を弾いていきたいというふうに思います。はい、以上が、今回、はじめちゃんの、性能解説の動画でございました。普通に当たりだと思います。はい、では、以上が今回の動画となりました。この動画が良かったらグッドボタン、高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録まだという方はチャンネル登録の方、よろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。プロデューサーさんに素敵なお知らせです。9月3日をもってアイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージは1周年を迎えました。これも日頃からプロデュース活動に励んでくださっているプロデューサーさんのおかげです。本当にありがとうございます。プロデューサーさんには
そんな日頃の感謝の気持ちを込めて、ささやかながらプレゼントやサプライズを用意しました。これを糧にさらなるプロデュース活動頑張ってください。そして何よりアイドルたちとの日々を楽しんでくださいね。